日本茨城県つくば市あずまつくばセンタービル、つくば公園通り学園中央通り中央公園、つくば学院大学、常用銀行研究学園都市支店あずまは、茨城県つくば市の地名。現行行政地名は、あずま1丁目からあずま指定目。郵便番号は305-0031。つくば市の東部に位置し、つくば研究学園都市研究学園地区中心部に位置する。 地域内には、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、つくば駅、つくばセンタービル、つくばクレオスクエア、つくばエキスポセンター、中央公園などがあり、つくば研究学園都市の中心となっている。一丁目につくば、センタービル、つくばクレオスクエア、つくば学園郵便局、NTT つくば支店、三井住友銀行つくば支店、常用銀行研究学園都市支店、 大東本社、二丁目に、筑波文化会館アルス、筑波エキスポセンター、中央公園、私立東小学校、三丁目に、筑波学院大学、桜交通公園がある。東は向き、花室、西は、春日、小野崎、南は筑園、東新井、北は、天久保と接している。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。